本当に、ね、はいはい、今回やばいっすよ、いぶし選手との思い出。チャンネルアラー、いぶしさんとの思い出、はい、まあ、いぶしさんは自分が DDT 入門した時の一個上の先輩に当たるの。なるほど。まあ、正直練習生の時に練習がつまらない、楽しくない時期があって、うん、基本が大事なのは分かるんだけど、ずっと同じ練習ばっかりで飽きてきちゃって、うん、で、いぶしさんに事情を説明したら、じゃあ俺がやってる自主練みたいなのあるから、うん、それに参加するって言われて、でそっからいぶしさんがやってる自主練とかにも参加させてもらうようになって、自分がデビューした時に使いたい技とかの練習してみるみたいな感じで、こうあのいぶしさんを実験台にさせていただいていろいろやったりとか、自分が練習生の時にそのつまらなく感じちゃった時期って、立った状態の受け身とか本当基本中の基本で、だけどまあそれも大事だけど、やっぱりその試合中のその技を受けた時のリアルなその受け身みたいなのもいぶしさんが練習でやろうっつって、うん、ロープに振られて戻ってきた時のエルボーの食らった時の受け身とか、すっげー、ドロップキックを食らった時の受け身とか、その実戦向けの受け身とかもやらせてもらって、でそこからまあ仲良くじゃないけどもこう俺が慕うようになって、でそこからもう向こう、まあ、いぶしさんもいろいろ可愛がってもらって、うんうん、俺は後輩だみたいな感じで声高らかに言っちゃってるけど、今あのいぶしさんのフィニッシュの神声、神声、神声、伝説の神声、あれを初めて新日本プロレスで使った次の日にちょっと会う約束がありまして、おうおうおう、その試合こう見てて、うん、あ、この技いいなと、この技いいなと、今逃げ場がないと、うん、これはいい技だと、ちょっと俺も使わせてもらえないかなと思って、で次の日会う約束をしてて、でいろいろこうこの間の昨日の試合良かったですよとか、プロレスの話の中で不意に、あの昨日イブさんが使ってたあの両腕クラッチしての膝蹴り、僕も使っていいですかって言ったら、もういいよって、いや、おいいよって、そんな金繰りなんですか。いや、だからあの時ってまだ試し切りじゃないけど、あれでスリーカウントを取るような技じゃなくて、で使い続けて、確か棚橋選手をそれでスリーカウントを取って初めて神声って名前をつけて、そこからもうどん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 その威力が増してって、なるほどなるほどなるほど、技名も神声かっこ使用許可取得済みっていう風にしてるのよ俺結果が出た時で神声で勝った時はあの記者の方に神声かっこ使用許可取得済み閉じかっこにしてくださいって言ってる、本当にちゃんとご本人様からの許可もらってるから、使っていいですね、使っていいし使っていい、違いますもんね、だってそう神声だけじゃないですもん、そう神声かっこ使用許可取得済みそんな中なんですね、そうだから、まあ、本当に、ね、お世話になってて、まだいぶしさんがそのDDT の若手の頃とか、正直まああんまりお金がない時でもあのご飯連れてってもらったら必ずご飯代は出さなくて、思わなくて後輩だから出さなくていいよみたいなのを全部おごってもらってて、で今後輩と飯行く時は必ず俺が全部出してるし、ギブスさんにやってもらったことを今度は俺が後輩にする番だと、であとあの人結構おしゃれさんじゃんすごく、で冗談で着なくなった服くださいって言ったら紙袋2つ分ぐらいくれておいっつって、いいっすか冗談で言ったのにと思って、その中の服を一着プレゼントで、いやいやいやダメダメダメ、そんな先輩がデビュー戦のその最後の一押しをしてくれて、そうだよね、いぶしさんが、あれ何でも行きますよ、彼もうデビューできますよみたいなことを言ってくれたので、嬉しいですよね、 1.4 の時に、あ、そうそう、初めていぶしさんが東京ドーム、うん、新日本プロレスの 1.4 出た時に、で、まあセコンドに行きます、うん、つかしてくださいって言ったら、いぶしさんが呼べる若手全員呼んでちょっとした対抗戦みたいな感じにした方がいいと思うよって言って、行って、うわ、行ってあの東京ドームのやばセルリアンブルーの戦う強い導く夢東京ドームいやー、その真ん中にいたんですよね、そう、ど真ん中に、しかも 1.4 の、そうで、どうでした、圧巻上までびっちりお客さんで2階席の上のいぶしさんが入場してくるだけでもうフラッシュやべえすごかったやばいっすでやっぱさすが新日本プロレス、うん、あのバックステージもすごくて、うん、もうスタッフさんもたくさんいれば、うん、なんかケータリング室みたいなのもあって、うんうんうん、軽食だったりいろんな飲み物のところ置いてあるところがあって、うんうん、いぶしさん試合終わってヘロヘロの状態でバックステージに来たんで、うん、肩隠そうと思ってバッて行ったらあのちゃんコーラ飲みたいっつってケータリング室バーって行ってコーラ持ってバーってこうケータリング室で出たのよ。そしたらその横を
はちみつ二郎とケント小林がすれ違って、あ、ケンコバだみたいな。ケンコバさん好きです。大好きです。ケント小林が小白川氏を大好き芸人で、小白川氏をフューチャーする前に、僕らは中学の時にね、すでにね、体育の時間とかで、そう、体育座りしてたら、横からこう、ってこう引っ張ったとかね、やってたのにね。やってました。あのね、ターボのやつが痛かったっす。イブイさんが初めて埼玉スーパーアリーナでハッスルに出た時もあって、うん、その時もお手伝いに来てくれって言われて、一人だとさ、なんか不安だみたいな感じで行ったんだけど、関係者はやっぱり理解はダメだみたいな感じになっちゃって、だけどこう第一試合終わった後にメールが来てて、ちょっとあのバックステージまで来てくれないか、うんうんうん、あ、いいですよってバーって言ったら、どうしたんですかって控え室が長州力さんと一緒で気まずいんだよっつって控え室の外の廊下みたいなところを2人でずっとこう喋って時間潰しとかして、なるほどなるほど、そっか、中にいたら1人で気まずいから、外で話そう、そうで、財布とかも置きっぱなしだから、ちょっと金、なんかジュース飲みたいからお金貸してくれて、あ、全然いいですよ全然いいですよっつって、すっごい仲いい先輩の後輩じゃないですか、埼玉スーパーアリーナのバックステージで、超いいな超いいな、すいません、なんかめっちゃ長くなった、いやいやいや、いやちょっとまだ足りない話があると思って、まあ、これタイミングでまた見計らってお願いします、はいはいはい、今回はこれぐらいに、はいはいはい、まあ、すっげー熱かった、ありがとうございます、ありがとうございます。